こんにちは、脱力系マクロミチャンネルのやっちゃんです。年末年始のごちそう続きでちょっとお腹がやばいんだよねなんていうあなたに、今日はダイエットにぴったりの自家製のアーモンドバターを紹介します。アーモンドってゆっくり消化される栄養素が含まれているので、空腹感を長時間抑えてくれたり、脂肪分の吸収を抑える働きがあるので、ダイエットにとっても効果的って言われてるんです。豆乳と混ぜて温かいドリンクにして飲んだり、蜂蜜とかね、メープルシロップと混ぜたりしてパンに塗ったり、あと生クリームの代わりにお料理とかお菓子にも使える、とっても便利なペーストです。先日紹介したビーガンキャラメルソースにもこのアーモンドペーストを使っているんですね。アーモンドのリッチさと甘さがあってとっても美味しいんですけど、お値段の方も結構リッチ。そこで手作りする方法を今日は紹介します。思ったよりずっと簡単にできるので、手作りする価値ありありです。しかも材料はたった2つ。年末年始で増えた体重を元に戻すのに今が大チャンス。よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは健康に良く、アレルギーの方も食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. Yeah, yeah. It's gonna be... はい、材料はとってもシンプル。アーモンドとお塩、これだけです。まずね、アーモンドをフードプロセッサーに入れていきます。そしてこれをこのまま攪拌していきます。フードプロセッサーの能力にもよるんですけれども、ずっと回し続けると熱くなって止まってしまったりすることがあるので、何度かに分けて回すのをおすすめします。こんな感じでだんだんと細かくなってきます。段階的に様子が変わってきますので、様子見ながらね、回していきます。油分が出てきたら、壁についているものをヘラで落としながら回していくようにします。フードプロセッサーがね、ない方はすり鉢でも大丈夫ですよ。だんだんと油分が出てきて回らなくなってくる場合があるんですね。アーモンドの油分によっても違うんですけど、ここでこんな風に回らなくなってくると油入れたくなっちゃうんですけど、油は入れないでこのまま頑張ると素材自体から油が出てきてねっとりとしたペースト状になりますので、もうちょっと頑張って回していきます。ヘラでね、よく混ぜて攪拌できるようにね、してあげてください。油が出てきたのが分かりますか？すごくね、オイリーな感じになってきました。もう少しですね、もうちょっと頑張って攪拌していきましょう。ある程度油が出てくると比較的ね、回りやすくなります。さっきみたいに固まって流れなくなるっていうことがなくなってきました。もう少し滑らかになるまで回していきます。見てください。こんなに滑らかになっちゃうんです。トロットロでしょ？もう油がたっぷり出て完全にペースト状になってます。ちょっと舐めてみて、舌にこうザラつきを感じない滑らかなペースト状になってればもう OK です。そしてここで甘さをさらにね、引き出すためにお塩を一つまみ入れます。
甘みを出すためにお塩だけはしますけど、お砂糖とかね、あのメープルシロップなんかも入れないでおくと、いろんなお料理とかお菓子に使えるのでいいと思います。お塩を入れて、ひと混ぜしたら完成です。完成しました。とろっとろにオイリーで売ってるペーストみたい。では早速パンに塗って食べてみたいと思います。すごい滑らかで、アーモンドが甘い。これお塩しか入ってないんですけど、アーモンド自体の優しい甘さがふわっとこう口の中で広がる感じで、いやーこれ美味しいですね。先日作ったキャラメルソース、これはアーモンドペーストにメープルとか混ぜてこうちょっと甘くしてあるんですけど、パンに塗ったりする分にはこのままでもね十分美味しく食べられると思います。今日作ったこのぐらいの分量でだいたい1000円くらいはすると思うので、家で作るととっても経済的で惜しげなくね食べられてとてもいいと思います。アーモンドって美肌効果なんかもあるので、ダイエットにもいいし美肌にもいいし、ぜひぜひ毎日の食生活にね取り入れていただくといいかなと思います。またこのアーモンドペーストを使っていろんなお菓子をね作っていきたいと思いますので、またお楽しみになさってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。